不合刑事とは、実に40年以上前に、筒井康隆先生によって執筆された、コメディ&ミステリー小説です。今でも、根強い人気を誇るこの作品は、今日までに、ドラマ化と、アニメ化がされています。大富豪の若手刑事が、大金をつぎ込み、思いもよらない方法で難事件を解決していく。というコンセプトは、小説、ドラマ、アニメ、すべてに共通しています。しかし、ドラマ版、アニメ版では、主人公に大胆なアレンジが施され、ストーリーも、独自の展開を見せています。今回は、それぞれ別ベクトルの個性を光らせる、3人の主人公たちを紹介していきます。小説版、神戸大輔。ドラマ、アニメの主人公たちは、どちらも、浮世離れした個性が与えられています。しかし、意外にも、原作小説の主人公、神戸大輔は、ごく普通の青年です。大勢の前で注目されれば、顔を赤くして口ごもります。ふらりと屋台に立ち寄り、会計時に財布を忘れたことに気づいて、慌てふためいたりもします。そんな、隙の多い人物です。また、不合刑事という名で呼ばれるのを嫌がっています。柔らかい性格をしており、初対面の人間ともすぐに打ち解けてしまいます。時に金持ちへの嫉妬から強く当たられることもあります。大輔はそんな言動を気にすることもなく、ふわりと受け止めてしまいます。原作版、神戸大輔は誰にでも好かれる好青年で、普通のアクシデントで、普通に慌てる常識人。といった人物です。そう、金の使い方以外は、彼は事件が行き詰まると会議の場でおずおずと手を挙げます。顔を赤くしながらとんでもない提案をし、周囲を驚かせます。そして金に物を言わせて、その提案を実現させ、事件解決へと導くのです。例えるなら、もし彼の前に道がなかったら、道路を整備して、みんなが快適に通れるようにする。そんな印象の主人公です。ドラマ版、神戸美和子。なんと、ドラマ版の主人公は、女性です。しかし、この主人公もまた、魅力的で、かつ、可愛らしい人物となっています。まさに、箱入り娘のお嬢様、といった人物です。性格は、ど天然でマイペース。周囲からは煙たがれて、腫れ物扱いされていますが、本人はそれに気づいていません。お金持ちキャラには、世間知らず、世間とのズレ、というキャラ付けがされるのが定番ですよね。小説版、アニメ版の主人公にも、そういう要素が多少あります。ドラマ版の主人公、美和子は、この、世間知らず、という要素が特に色濃いです。彼女が口を開けば、天然ボケと合わさり、周囲の人間総出で突っ込みが始まります。果てには、犯人まで突っ込みに回る始末。意外にも、その頭脳は明晰です。誰もわからなかった、犯罪のトリックを、一目で見抜いたりと、かなりの推理力を持っています。事件解決のため、金に物を言わせた提案をする、という点は原作主人公と同じですね。人を信じすぎるところがあります。華麗に事件を解決したと思ったら、あっさり犯人に騙され、ピンチに陥るといったことも。例えるなら、もし彼女の前に道がなかったら、ヘリをチャーターして明後日の方向に飛んでいき、気づけば目的の場所に着いている。そんな印象の主人公です。アニメ版、神戸大輔。これまた、原作から大幅にアレンジを加えられた、クールな主人公となっています。原作、ドラマとはまた違い、AI を駆使するなど、設定を現代風に寄せられています。傲岸不遜。とか、唯我独尊。という言葉がぴったりの人物です。事件解決のためなら、犯罪行為もお構いなしです。そして、それらで発生した損害や、その他もろもろの問題をすべて、金でねじ伏せてしまうという豪快っぷり。公式ホームページのキャッチコピーが、またかっこいいんです。刑事。だが、
正義とは限らない。原作の神戸大輔とは、麻薬の主人公と言えそうです。ストーリーも、小説、ドラマ版とは違い、ミステリー要素が薄い代わりに、アクション要素が強くなっています。例えるなら、もし、彼の前に道がなかったら、重機に乗って、障害物を真正面から打ち砕き、道を切り開いていく。そんな印象の主人公です。一粒で三度おいしい、不合刑事、という作品。それぞれを見比べることで、よりこの作品を、楽しめるのではないでしょうか。どのメディアでもおすすめですので、皆さんも、ぜひ視聴してみてください。今回は以上となります。